はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ココミチャンネルの生が今日は毛についてお話しいたします。よろしくお願いします。毛ですよ、毛。はは、毛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 。毛についてね、話をしたいと思うんですけど、<laughs> 何のことだと思いますよね。あの、ちょっとよく考えてたんですよ。冷静になってね。冷静になって毛のことをよく考えていたんですよ。で、あの、何を考えていたかっていうとね、なんか、ふん なんかちょっと複雑ですよねあの。不思議でしょうがないんですけど、例えば、頭の毛ってあるじゃないですか。で、頭の毛が長いのは男と女どっちっていう質問すれば、ま、ほとんどの人が、ま、女性じゃないかなって言いますよね、ま。確かにね。だけど、頭の毛短い女性もいますよね。で、まあ、頭の毛長くしている、まあ、ロックンローラー。 いますよね。まあ、髪の毛長い男性ね。まあ、いるじゃないですか。じゃあ、あの、長さで男女は関係ないとして、まあ、どっちでもいいですよね。男でも女でも関係なく、頭の髪の毛を短くするのか、長くするのかって、どうやって決めてるんですか、それ。みんな。あ長い人は、どうやって決めてるんですか。で、長い人は、まあ、たまに短くしたくなって、思いっきり短くすることもあるじゃないですか。 坊主みたいね。で、坊主みたいにする。まあなんかシャンプーも楽だし、リンスも楽ですね、トリートメントとかね。トリートメントとかしないのかな坊主みたいな人はね。で、まあ長い髪の毛の人は多分すると思うんですよ。で、長いと何短いと何ってなるじゃないですか。で、短い人がもしハげちゃったらね、あの波平さみたいになっちゃったら、嫌だなと思うんですよね。で私もなんかあの、 年齢を重ねていくと髪の毛が薄くなりますから、なんか嫌だなっていう感じはしますよねで。ここなんですよ、問題は。髪の毛が薄くなっていくと嫌だなと思う。なんでなんだろうと思ってたんですよ、ずっと。髪の毛が薄くなっていくと嫌だなと思う。でもアメリカの人とかで、まあイギリスの人もそうだけど、あの髪の毛がなくなっちゃって剥げちゃっても、全然気にしない人っているんですよ。 俺全然 OK 大丈夫だよ。俺関係ねえよ、そんなのっていう人ね。でも女性だったらちょっと悩むかもしれないですよね。まあでも、関係ないって言うのかな。でも髪の毛ないぐらいあった方がいいと思うんでしょ、きっと。ヒゲはどう髭がもう伸びちゃった。いっぱい伸びちゃってる。でもヒゲって、まあ本人が嫌だなと思えば剃るし、まあ髭伸ばしたいなと思ったら伸ばすんでしょ鼻毛はどうですか 鼻毛をどんどん伸ばしたいって人いますあんまりいないっすよね。あんまり聞いたことないっすよね。俺ってさ、鼻毛伸ばしたいんだよねって。いないっしょ、あんまりで。鼻毛は伸ばしたい人がいないんですよ。で、鼻毛がもし生えてこなくなっちゃって、鼻毛がハげちゃった。ね髪の毛じゃなくてね。頭じゃなくて鼻が。鼻毛がね。気にしますあんまり気にならないですね。最近鼻毛伸びないなぐらいじゃないですか。 で変でしょでもそれって。あと、脇の下の決断じゃないですか。あれって、ない方がいいんですかあった方がいいんですかでもね、なんかアンケート取った人がいて、イギリス通だと、も、ま、う、あ、55%から60%の人がない方がいいと答えてるんですよ。で、まあ、あと半、まあ、半分近くの人ですよね。で、あとの半分は、まあ、あってもなくてもどっちでもいいよ、ということなんですね。そんなのどっちでもいいよって。 で、脇の下の毛が剥げちゃった。もう全然生えてこない。気になりますか気になるけど、まあどうでもいいやと思うんじゃないですかね。でなんで頭の毛だけ気になるんだろう。ね、変でしょだって頭の毛だけ床屋さんとか美容院に行くんですよね。で、綺麗にするんでしょで、なんかドライヤーとかをかけてヘアスタイルを。鼻毛にドライヤーかける人いない人だって。ね、ガーって。 俺の鼻毛がさーとか言ってドライヤー当ててる人見たことないから、鼻毛はドライヤーかけないですよね。脇の下はどうドライヤーかけるかけないですよね。なんで頭の毛だけドライヤーかけるんですかで、なんで脇の下の毛はあってもなくてもよくて、頭の毛はないといけないんですかこれは。これって変じゃないですかね。 悩みますよね。だからね。でいろんなところに毛が入るじゃないですか。その毛ってあった方がいいんですけど、ないの方がいいんですかなくてもいいんですかだって役に立たなかったらなくてもいいのかな髪の毛は役に立ってるのかななんか、どっかバーンってぶつけた時にちょっとクッションみたいになるからうん、じゃあ頭にクッションつけとけばいい。ね。<laughs> 最初から。クッション、貼り付けときゃいいんですよね。でも髪の毛って、 いや、前ね、なんか変な人っていうか、変な人って言っちゃいけないんだよな、本人真剣だったから。髪の毛の相談とか受けたことあるんですよ。42歳ぐらいの男性で真剣に悩んでるんですよ。髪の毛がビヨーンってなっちゃうんですよね。寝癖で。それでね、ストレスが溜まりすぎて会社や辞めちゃったんですよ。本当の話ですよ。あの、すいません。髪の毛がビヨーンってなっちゃうんですよ。ああ、ありますよね。寝癖ですかああ、そう、寝癖で、あの、 寝てるとき、あの、起きて、そうなるんですよ。で、それ、あの、我慢できなくて、もう、なんかもう寝ない方がいいんじゃないかと思って、寝不足になって、あの、具合悪くなって、会社辞めたんですよ。あえー、髪の毛でそうなんですよ。もう、僕にとって一大、もう大大、大事件なんですよ。あ今、どうされてるんですか今、ほら、家にいるから、もう、や、会社辞めちゃって、あんまり外出ないんで、髪の毛見られないんで、 あのうんうん、適当にやってますよ、髪の毛は。そうなんですか。これからまたでも再就職か何かして働くんですよね。そうですね。このままだとまあお金持たないからね。でそのう,う時髪の毛どうされるんですかいや、それで相談してるんですよ。どうしたらいいか。なんか自分の納得できる髪の毛ってあるんですかいや、その美容院行っていい美容院行って高い美容院行ってやってもらうと、さすがにうおー、いいなってなるけど、家に帰ってきて何時間かすれば、また、 湿気とかいろんな何かでグワーンってなって、てに戻っちゃうんですよ。そりゃそうですよね。そうするとどうなるんですかもうストレスが溜まっちゃって眠れないんです。そういう人がいたんですよ、本当にね。解決できなかったですね。<laughs> いや、解決できないですよね。だって髪の毛にそんなにね、こだわりがね。いや、でもそういう人いるんですよね、髪の毛。ねえ。 でも、ゆくゆくは、誰でもが、だんだん年齢とともに薄くなってしまうんじゃないですかね。どんどん濃くなっていく人とあんまり聞かないですもんね。俺さ、年齢重ねていってるんだけどさ、もう80だけどさ、もうアフロみたいになっちゃって困るよっていう人あんまりいないですよ髪の毛どんどん増えちゃってね。年齢とともに増えるんだよって言いないですよね。まあ、大概は年齢とともに少なくなってなくなっていくんですよね。 でもそれって味わいがあって、それはそれでいいんじゃないですかね。だからあんまり気にしすぎの人も多いと思いますよ、日本人。で、なんかあの、あかつらかぶっちゃうわけでしょ、まあ。まあ悪くはないですよね、本人がかつらかぶりたいんだったらね。だけど、まあ、本人が自信持っていて、それがおかしくなくてね、似合ってればいいんじゃないですかね。でも自信持ってないと似合わないんですよね、不思議な話ね。 なんか、おどおどして、ハゲやだな、なんか、ハゲてきたの嫌だなと思ってると、なんかね、ちょっとおかしく見えるんですよ。やっぱりなんか、おどおどしてるから、自信持ってっていう方が、まあいいんでしょうね。うーん。なかな,か,なか難しいですよね毛についてね。髪の毛はあった方がいいですよね、きっとね。で、脇の下の毛はあってもなくてもいい半々ぐらい。 で鼻毛は伸びたらあんまり良くないみたいですね。どうやらね。で、まあ、いろんな毛があるわけですよ。後の毛っていうのはどうなのかってことですよね。あった方がいいのか、ない方がいいのか、なくてもいいのか。ないと恥ずかしいって人もいますよね。でも恥ずかしいって言っても、そんな人に見せるようなところじゃなかったりしたら、その関係ないですもんね。いや、だけど、いざっていうときっていう人いますけど、いざっていうとき。いや、もうほんとわかんないですよ。毛に、 関してはもう、神秘でしょ謎じゃないですか。毛が濃い人もいれば、薄い人もいればね、伸びない人もいればね、どんどんなくなっちゃう人もいるじゃないですか。だからね、決定でも重大なことですよね。だからね、人間の何かを左右するわけですよ。そうやって。特にね、10代、20代あたりの若者は、毛についてはね、悩みますね。本当に、なんか私の髪の毛しないかじゃないって言って、 なんかあの子いいな。あの子なんかすっごいなんかツヤツヤしていて輝いててほんと羨ましいとか。いるんですよね。そういうね。なんで私の髪の毛こんなごわごわしてんだろう。なんなっちゃうとかね。だけど大丈夫ですよ。髪の毛で人間はね、その外見でしょ、所詮。髪の毛って。髪の毛でなんかこう誰かが好きになってる、嫌いになってるってないですから。え、そんなことな、ね、い。あると思うよっていう人は。 思い込み、本当に。もう髪の毛じゃないですよ。本当に。だって、だって、いや、私だけなのかな、か思わないでしょ。だって、例えば結婚して、相手の女性の髪の毛が、うわ髪の毛だ、やっぱり髪の毛いいなーっていう人いないでしょ。やっぱ全部の雰囲気なんじゃないですか、それって。で、何かの、ね、あの、ご病気かなんかで、やっぱり闘病生活で、薬を使ったりすると髪の毛抜けたりするじゃないですか。 じゃあ髪の毛抜けたら嫌になるのかって、そんなこともないですよね。そんな愛情は本物じゃないじゃないですか。だから、髪の毛に左右されること自体が変なんですよね。あの、あの子髪の毛がいいからとか、まあ女の人もそうですよ。あの人の髪の毛がなんか素敵だから好きとか。だけど、所詮、どんどんなくなっていくんでしょう。<laughs> だから、波平さんになるんですよ。みんな。本当にね。ほとんどの人は。だから、 ねえ。だからそういうふうになっていくのを前提として考えていかないといけないんじゃないかと思いますね。いや、だけどね、世界中ね、これってね、結構ね、みんなね、あの、謎なんですよ。みんなね、そう言われればどうかなっていうことなんですよ。髪の毛とか、そのあらゆる毛。毛ってどうなのっていうふうにね。だから外国の人、フランス人とかね、イギリス人とかアメリカ人とか聞いたことありますよ。毛について。 みんなね、そう言われてればそんな突き詰めて考えてなかったけど、どうなのかなって言いますよ。で、中東の方って結構げ伸ばしてる人多いじゃないですか。あれってね、威言があるっていうのもあるんだけど、あの砂嵐の時に砂が鼻に入んないようにしてあるんですよ。あの毛でね、鼻の穴に砂が入っちゃうともう大変なんで、だから砂を防止するために伸ばしてるんですよ。 うん、だからあの、鼻毛はね、あれぐらい伸びりゃいいんですけど、鼻毛ってあんの伸びないんで、だから、あの、口の周りのね、げを伸ばして、砂を防止してるんですね、入るのね。だからそういう実用的な役割があるので、まあ男性の方はげを伸ばしてるっていう方が多いっていう話ですよね。で他の国の人って、特に日本とかはね、別にげを伸ばす実用性ってあんまりないと思いますしね。うーん、ねえ、まあだから、 まあ髪の毛を伸ばす実用性もないでしょ別に髪の毛で何かするわけじゃないしね。<laughs> まあいろいろ考えますよね。あとはだからお坊さんとか髪の毛ツルツルっていうのは当たり前だから、まあ短い人とかツルツルの方多いじゃないですか。まあ、最近はね、普通の髪の毛をしてるお坊さんもいらっしゃいますけど、だけど、まあ基本的な坊主って言うんだから、ね、まあ反ってるっていうのはなんか一般の人から見たらね、なんか印象っていうのはありますよね。ツルツルっていう感じがね。 ああなっちゃったら自分で剃ってるわけだから、ハげちゃってもハげてなくても関係ないわかんないですよ。ずっとツルツルだからね。そう。だからそういうのもいいのかもしんないですし。まあ、わからないですね。とにかくね。うん。あ、思い出した。私ね。あの、高校の時にね、学校が厳しくて、ちょっとなんか悪いことするとね、丸坊主にされる学校だったんですよ。昔だから。 今だったらね、いじめみたいになっちゃうでしよ先生の。そうです本当に。あの、ちょっと悪いことしたらね、あの、その学校の規則ですよ。丸坊主。5回になりましたね。誤 <laughs> 解丸坊どんな生徒だったんだっていうことですよね。いや、そう思い出した。5回丸坊主にされたんですよ。つるつるもうバリカンの一番もう短いやつで狩られちゃうの。もうほんとるつるに近いですよ。 一ミリもないかあるかだったんですよ、本当に。だからね、そういう経験ありますよ、そういえばね。で、歩いてて、新宿の駅だったかな、歩いてたら、なんかちょっと、もたもたしちゃって、後ろから女の人が、なんか二人で話してるんですよ。前のお坊さんが邪魔だからさ、とか。お坊さんどこのお坊さんいるんだって、私のことだったんですよ。頭つるつるさってから ほらあの、悪いことして、頭はツルツルにされたんで、私がお坊さんだったんですけど、本当にね。いや、いろんなことありますよ、だけどね。うん、まあ、ということで皆さんもね、まあ、髪の毛長い、短い、いろいろね、私でも髪の毛を長くするとね、なんかあの、体の体調が悪くなるんですよ。なんか体調的に。短い方がいいんですよね、本当に。 だからバリカンで、あの、バンバン買っちゃってますけど、今はね、短い方が調子いいんですよ、なんだかね。伸びるとなんか、髪の毛の栄養分が吸い取られちゃうのかな、よくわかんないですけど、調子悪いですよ。なんか髪の毛を常に短くしてますね、今はね。まあ皆さんはどうなんですかね、髪の毛に対してね、なんか執着とかありますかねまあある人は、まあ想像してくださいね、未来をね、自分のね。必ずその髪の毛どうかなっちゃいますかいや、本当に。怖いですね。<laughs> まあ、ということで今日はね、 髪の毛についてお話をさせていただきました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。